お元気ですか、ボクチミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾開封動画、4回目でございます。そろそろね、白サインカードとね、ラッキーカードね、出したいと思っております。それではね、また10袋やっていきたいと思います。ではね、第4回目の1袋目でございます。素敵なカード出ましたね、中日ドラゴンズの岡林勇希外野手の素敵なカードでございます。で、ファーストステージクライマックスファーストステージ第3戦劇的同点弾を放ったロッテの藤岡選手のカードでございます。はい、2袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの小島和也投手でございます。中日ドラゴンズの高橋宏斗投手でございます。3袋目でございます。新人王の山下俊平太投手でございます。オリックスバファローズでございます。福岡ソフトバンクホークスの今宮健太内野手でございます。4袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也捕手でございます。阪神タイガースの木浪聖也内野手でございます。5袋目でございます。打点王と最多安打の横浜 DeNA ベイターズ牧秀悟内野手のカードでございます。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。7袋目でございます。あ、失礼しました、6袋目でございます。はい、キラカード出ました、オリックスバファローズの森友哉捕手で捕手のキラでございます。で、本塁打王、打点王、最高出塁率の近藤健介外野手でございます。福岡ソフトバンクホークスでございます。元ファイターズでございます。で、改めて7袋目でございます。埼玉西武ライオンズの源田壮亮内野手でございます、ね、埼玉西武ライオンズでございます。阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。8袋目でございます。本塁打王の、グレゴリー・ポランコ、外野手でのカードでございます。ちょっと映像がねぼやけてしまいました、失礼しました。中日ドラゴンズの石川昂弥内野手でございます。9袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの栗原陽也内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。で、最後の10袋目でございます。
横浜 DeNA ベイターズの山崎康晃投手でございます。で最後阪神タイガースの阪神タイガースの、大竹耕太郎投手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第4回目でございます。今回はキラカードが2枚出ました。そうね、またね、白菜カードかラッキーカード目指してまだ諦めておりませんね。せめて、1枚出したいと思ってますのでね、第5回目もぜひお楽しみにください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。